坂井さん、お疲れ様です。遅いよ遅いよ、来るの今何時ですか。すいません、もう5時ぐらいですね。2時半の待ち合わせですよねちょっと北海道ロケ今季最大の寒波。遡ることおよそ1ヶ月、遠く離れた地で頑張る宮崎人を取材すべく、最強寒波が日本列島を襲う最中、北海道を訪れたサカッチ。ね、これじゃないですか、キッチンカー。ほらほらほら、ナチキって書いてある。こんにちは。はじめまして。ナチキさん。ナチキです。会いたかった。ありがとうございます。やっと会えたよ。いやいやいや、わざわざお越しありがとうございます。宮崎の人感すごい。もう、はい、この間まで宮崎おったんで、めちゃめちゃ宮崎です。宮崎のどちらの出身なんですか。宮崎、僕吉村町の出身で、宮崎市内ですけど私延岡出身です。ああ、そうやっちゃ、はい、そうやっちゃナチュラルそうやっちゃ札幌で初めて聞いた確かに。ふるさと宮崎を離れて札幌でチキン南蛮屋さんを営む下道園隼人さんを取材しました。はい、お待たせしました。はい、うわー、はい、チキン南蛮です。うこれはね、あの宮崎県民でもびっくりする結構大きめサイズのチキン南蛮ですよね。 ありがとうございます。タルタルソースもね、ちょっとなかなか見ないような感じですよね。 ありがとうございます。手作りで作っちゃって、うん、作っちゃって花山椒上からかけちゃるから、オリジナルがそういうところなんですけど、花山椒、はい、これはうま宮崎。うま宮崎知ってました。いや、ごめんなさい、分かんなかったなんていう反射能力北の大地で頑張る宮崎人と出会い、その人生に触れることができたサカッチ。実はこの期間中、北海道の観光情報も取材していました。サカッチがおすすめする北海道のトレンド情報、まず1、雪すげー。取材に行った1月下旬は今シーズン一番の猛烈な寒波の真っ只中。その凄まじさは行く先々で、どうして今来たのと地元の方に聞かれるほど、冬の北海道恐るべし。ということで、最初にやってきたのは札幌テレビ塔。私が今いるのは、そのテレビ塔から地上約90メートルの高さの展望台に来てるんですけど、ここはね、札幌の街が一望できる場所なんですけど、見てください、吹雪ぜひ皆さんは私が見れなかった景色を見に来てみてください。続いてやってきたのは、去年7月にオープンした人気の商業複合施設、もゆく札幌。その中にある都市型水族館、青青札幌さんに来ました。すごいおしゃれですね。そしてここからは青青札幌さんのさっささんにご案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生命のワンダー、見えないものが見えてくるをテーマに、水辺の生物や大自然の素晴らしさ、地球の多様性を感じることができます。癒しの音楽が流れてますね、はい、こちらです。わあ、すごい綺麗。このゾーンはネイチャーアクアリウムといって、うん、はい、魚をぐっと見ていくっていうのももちろんいいことなんですけど、はい、それ以上に自然の生態系とか自然そのものの美しさに目を向けて、この水槽を見てみるっていうアートみたいな感じ。あ、まさに生きているアートと呼ばれてて、おしゃれ、
ここはどんなフロアですか？ここはテーマがコモンズというテーマで、はい、まさに公園のようなものをイメージしたエリアになってます、はい、でペンギンさんがいますよ。そうです。こんな近くで見れるんですか？ガラスなく間近に観察できるっていうのがすごいポイントです。あ、かわいい。すごいついていく。めっちゃついていく。かわいい。うわ、待って、すごい水跳ねる。ユニさん、シャコタンさん。なんかご飯あげてる時に、なんか言いながらご飯あげてたの、はい、あれ何ですか？あれはこちらも22話なんですけど、北海道の地名がついていまして、はい、ピップだとかユニ、千歳みたいな感じでこうペンギンの名前が北海道の地名になっているんですよ。いいですね。ですし、北海道の方が来てくださった方にはもしかしたら、うん、あ、自分の出身の、例えば自分が住んでるところの推しペンギンがいるかもしれないですね。確かに、はい、この北岩飛びペンギンってすごい、すごい鳴いてるけど、これ何の合図ですか？これはですね、うん、おそらく自分の縄張りを主張しているのかなと思います。ちょっと我々やっぱ宮崎県民が来たから。いやいや、そんなことはないんですけど、誰だお前らって言われなのかな。こちらは札幌市民の台所、二条市場。店頭にはその日仕入れた生きのいい魚介が並び、訪れる観光客の目を楽しませてくれます。いや、すごいですね。本当いろいろ、すごい。はい、いらっしゃい。皆様、何か欲しいものないですか？安くしますけど。安くする。安く食べてみる。え、いいんですか？いいですよ。あの、我々今日宮崎から来たんですよ。遠いところからわざわざ。はい、はい、すごい。食べてみてください。え、あ、いいですか？いただきます。はい、どうもです。ありがとう。うわ、これ結構ある。宇宮崎と、これだったら送料が上がって静岡。おじちゃん、宇宮崎です。宇宮崎ですか？じゃあ次に行く。行きますよ。はい、どうぞ。ないんです。行きたいんですけどね、なかなか時間がないもんで。もう宮崎県人、北海道大好きなんですよ、はい、です。北海道の食べ物大好きなんですよ。あ、もう美味しいものいっぱいありますね。食べに来てください。いや、もうこれを見た皆さん絶対食べてください。よろしくお願いします。今宮崎やばい、北海道で流行っちゃう。二条市場の一角にあるのがこちら、近藤昇商店、寿司処ケイラン。有名人も多く訪れるこちらのお店のおすすめは寿司御膳。ウニ、ホタテ、イクラの3種のミニ丼とマグロ、サーモン、カニの握り寿司、味噌汁がセットになった豪華で欲張りなメニュー。贅沢寿司御膳を朝からいただきます。まずね、何食べるかというと、見えないでしょ、ここに寿司がいるんですよ。これまたもう北海道に来たからにはカニの寿司いただきます。お客さんがすごいから、やっぱさすがにちょっと控えめのカニの旨味がジュワッて出てくる。で、この今カニのお寿司食べたけど、こっちにもまだいるんですよ。
カニのお味噌汁。うわ、香りもすごい。味噌。幸せ。ちょっとどれ食べても本当に幸せだけど、丼物もいっときましょうか。もう量がすごい。わあ、贅沢いただきます。美味しさの宝石箱ですね、これは。すごい。めっちゃ食べたそうだもん。うまそうっす。ごめんなさいね、私だけ。いや、これは北海道に来たからこそ楽しめる、味わえる贅沢なので、ぜひ皆さんもこの贅沢してほしい。最後はお土産選び。もうまだ開店前なのにすごい行列ができてて、お店の外もすごい並んでたんですけど、 お店の方に聞いたら、もう全然今日は少ない方ですって。こんなに並んでるのに、本当に大人気のスイーツです。札幌駅に併設した老舗デパート大丸札幌店には、品切れ必至の大人気スイーツが。北海道の大自然が育んだ上質なチーズを使ったチーズ菓子専門店、スノーチーズ。開店前から100人以上の行列ができるほどの人気ぶり。こちらがおすすめのスノーホワイトチーズ。この見た目が本当に可愛いですよね。テンションが上がる。そして封を開けた瞬間、チーズの香りがもうすごい。いただきます。うまみやさき。生地がサクサクで、中のチーズが塩味がふわって広がるんですけど、その奥にホワイトチョコレートが入ってて、甘さと塩味とクッキーの甘いサクサク感、最高に美味しいです。宮崎の皆さんも冬の北海道遊びに来てみてください。